加藤孝子は日本の元笑いタレント2019年より画家として活動。渡辺エンターテインメント所属。和歌山県熊野生まれ大阪布団田林市出身。大阪府立佐山高等学校向川女子大学短期大学部卒業。短大卒業後は大阪でファッションブランドアメリカンラグシーのセレクトショップ店員として勤務。 そこで、たびたび、客の前で、商品説明の際にボケてみたりしていたため、同い年の女性客に、一緒に、NSC に入りませんかと誘われる。最初は断ろうとしたが、やっぱりふざけたりしたいと思っていたことから、2003年、NSC 大阪校に26期生として入学。NSC 卒業後は、吉本工業大阪本部に所属。大阪吉本時代は2005年まで。 小泉エリアンド、友、キッチン、ジェシカ、辻カオル井川ゆりからとともに、吉本ホルモン女学院で活動。この当時は、加藤孝子という名前での活動も行っていた。R-1 グランプリでは、第2回、第3回と2年連続で準決勝進出。2010年1月、NSC、大阪港の同期生でもある元キンデル大工の渡辺、大志とコンビ。 バカンス食堂を結成。このコンビ名の名付け親は、吉本の先輩のシルクで、シルクがよく行く、イタリアン居酒屋の店名からもらったものだった。バカンス食堂は2010年の M-1、グランプリでは3回戦まで進出。翌2011年に、吉本を退社して、バカンス食堂2人で上京、東京に拠点を移して、同年4月に渡辺コメディスクールに14期生として、 入学。卒業後はコンビで、渡辺エンターテインメント所属となるが、バカンス食堂は2013年2月に解散。以後はピン芸人として活動。同じ渡辺所属のや、白優、平野野良とのトークとネタのライブ、女寿司特上人前。開催は2014年2月11日を行っていた。2019年に芸人を引退し、画家に転身。同年10月に、 パリ国際サロン展に同年12月にクロアチア美術展に作品がそれぞれ入選。2020年にはパリ国際サロン展、クロアチア美術展のほかモナコジャパン芸術祭、ミラノジャパンアートコレクションにも作品が展示される。ピアノと水泳が特技で、水泳では中学生時代にバタフライで大阪府大会2位になったことがある。また、マラソンは、 練習なしでハーフマラソンを完走したことがある。趣味はサスペンスドラマ鑑賞、妄想エッセイ、主に一人コント。妄想一人コントと言われるネタなどを持ち、時々、CCC のポーズをして踊りながら演じる、などの芸がある。この他、架空の女性政治家による政権放送というネタもある。モノマネを演じることもあり、片平なぎさ、宮崎よしこ。 サスペンスドラマの脇役などいろいろな主婦などがレパートリーにある。ありがとうございます。